バルナを撃破し、結界の展開に成功。ハリエットは結界維持のためにオメガに残ったか。しかしハリエットの言う通り、結界の効果はハルコタンの時ほど劇的ではないみたいだ。交戦していたヒューイの報告でも拮抗とまでは言っていない。戦力的には押されている感じだ。今までは交代戦術しか取れなかったんだし、効果があっただけでも御の字ってところだと思うよ。シバは結界展開後から戦力を引かせ、マザーシップ周辺に集結させている。迎え撃つ気満々って感じですね。戦力を作り出すこともできるので、放っておくわけにもいきません。そういうことだ。あとは総力戦で勝負を決める。この世界も地球もオメガも全てを救うための最終決戦。準備が終わり次第招集をかける。それまでみんなは英気を養っておいてほしい。あれってレギアスさんとアルマさん？次の戦いはアークスにとって大きな意味を持つ戦いとなる。勝たねばならぬ戦いだ。うん、そうだね。負けたらそこでおしまいだもんね。私はアークスの皆を守るためにこの身を捨てる覚悟で戦いに挑む。いな、覚悟ではないな。おそらくそれは現実のこととなる。うん、わかってるよ。止めても無駄ってこともわかってる。ギー君いっつもそうだもんね。お前との約束果たせぬまま倒れるであろうことを心苦しく思う。だがそれでもなさねばならん。未来への道筋は我ら老兵の礎、その先にあるべきだからだ。願わくば我々が紡ぐ未来を見届けていってほしい。それがたった一つの約束すら満足に守れぬ不甲斐ない男の最後の願いだ。そんなことないよ、ギー君。あなたはもう十分に約束を果たしてくれたよ。私は本当に胸がいっぱい。姿が見えなくても心はつながってる。最後の願いになんてさせないよ。あなたを一人にはさせないから。ご報告受けたまわりました。残念な結果ですが仕方ありません。ゆっくり休養してください。お疲れ様です。何か気になることでも？あの方からは任務について報告がありましたが、残念ながら苦い結果でした。全滅を免れることができたのが唯一の成功と言えるかもしれません。
戦地へ送り出した結果がひどい怪我だったり帰還不能、そういった事態も起こり得ます。覚悟を決めているとはいえ、私の指示に間違いはなかったのかと自問してしまいます。いえ、お気遣いありがとうございます。その優しさが慕われるゆえんですね。その時は最善だと思った指示でも、振り返るとより被害の少ない方法が頭に浮かんだりするものです。被害を受けた方を思うと心苦しいですが、そうして常に見直すことで次回はより成果が高く被害が少ない方法を探る、そして最終的には無事に帰還できるアークスの人数を大きく増加させたい、それが今の私の願いです。ガーディアンであるお二人には多くの無理をさせてしまっています。これまでで最も困難な任務となりますが、必ず無事に戻ってきてください。これは指示ではありません。アークスになった時からあなたたちを知る一人の管理官からのお願いです。時に私たちだけ遊びに行く相談をしてていいのでしょうか。そうだよな。いよいよ決死の戦いに赴くって時に遊びに行くなんて不謹慎じゃ。いいのいいの、その決死の戦いに全力投球するためにも今のあなたたちに必要なのは休息だよ。気を張り詰めっぱなしだといざという時にパンクしちゃうって。休むのも仕事のうちだからね。それもそうか、しっかり休んで戦いに備えるんだな。俺も頭を切り替えるよ。それでは早速全力で遊びに行く先を考えましょう。あなたも一緒に行かない？何の話をしてたか知らないだろ。調子いいな先輩は。でもあなたも来てくださるなら嬉しいです。というわけでやっぱりバカンスといえば海でしょう。新しい水着も買っちゃってさ。水着なら俺はもう持ってるけど、ってあざなみさんも水着持ってなかったっけ。甘い。せっかくのバカンスだよ。新しい水着で心も体も楽しまなきゃ。二人ともいつもシンプルでスポーティーな水着しか着ないでしょ。たまには可愛いビキニとか試したら。ちょっと待ってよ、そういうのは俺似合わないし。私もそういうのはちょっと恥ずかしいです。まあまあそう言わずに、新しい可能性にチャレンジするのが人生を楽しむコツだよ。そうだ、あなたはどんな水着が二人に似合うと思う？またそうやってからかう。俺なんかに可愛い水着なんて似合うわけないのに。私もあまり可愛く飾り付けた感じの水着だと中身が負けてて恥ずかしいです。でも先輩がどうしても見たいって言うんだったら俺。確かにどうしてもと言われるのなら、いやでも
人とも可愛いね。さすがガーディアン、あの子たちもイチコロだ。今度の戦いは不利だ。だからみんな気持ちが張り詰めてるし、休息なんて論外って人もいる。でもね、私はそんなの嫌。休む時は休む、頑張る時は頑張る。私が旗振って休ませなきゃね。まあ結局あなたと一緒に遊びに行けるってことが二人には一番嬉しいみたいだけどね。だからあなたも無茶はしないこと。私たち楽しみにしてるからね。お姉さんとの約束だよ。もちろん準備万端だよ。いよいよだね。はいはい、それではガーディアンのお二人に突然ですが質問です。え、いきなり何？問題。ガーディアンのお二人はどんな思いで今度の戦いに挑むのでしょうか？質問じゃなくて問題になっちゃってるよ、パティちゃん。次の選択肢のうちどっち？ A、 死んでもシバを倒す。 B、 絶対生きて帰ってくる。もしも A を選ぶなら、私がここを死んでも。どうしたの、パティちゃん？いや、死んでも通さないっていうつもりだったんだけど、自己犠牲も尊くない？なぜそこで手のひらを返すの？強敵に立ち向かい絶体絶命、その時俺に任せて先に行け。これはこれで燃えるじゃん。まったく。いい？パティちゃん、1-1 はいくつ？バカにしないで、1に決まってるじゃん。決まってないから。答えは0でしょ。あ、そっか。それで？たとえ目的を達成できても、大切な人が死んじゃったら 1-1 で0なんだよ。じゃあ応用問題。目的を達成できて大切な人が生きて帰ったら？だったら 1+1 で答えは2だ。はい、よくできました。というわけです、お二人とも。死の覚悟は必要と思います。ですが、もし結果としてお二人を失うようなことがあれば。 1-2 は分かんない。でも言いたいことは伝わったよね。それでは最初の質問の答えを二人一斉にどうぞ。うん、私も約束するよ。絶対生きて帰ってくるね。絶対に約束だからね。破ったら二人の恥ずかしい情報をばらまいちゃうから。え？え？嘘嘘、私そんなのないはず。もしかしてあの時の、それともまさかこの人にこっそり。マトイさん、パティちゃんに騙されて言っちゃダメです。
ために聞かせてもらえると嬉しい。って言われてもな。ちょっとウルク、イオを焚きつけたのあなたでしょ。人聞き悪いな。イオちゃんも興味があるだけだってば。エコーさんの新婚生活にね。カフェで今後の話をとか言って、それが目的だったのね。なあ、君からも二人に言ってあげてよ。そんな話してる場合じゃないって。まさかの裏切り。君までそっちに回らないでよ。そもそもエコーさん勘違いしてるよ。これも全部未来のためなんだから。私とゼノの新婚生活がどう未来のためになるってのよ。だいたい総司令の仕事はいいの？総司令としてやるべきことなんて全部終わっちゃってるのよね。あとは最終決戦を待つだけ。今さらジタバタしても仕方ない。それより私たちには今だからこそ考えるべきことがあるの。今だからこそ考えるべきこと？そう、それは未来のこと。私たちが全て終わらせた後の平和になった時のことを考えなきゃ。敵を倒すために戦うんじゃない、平和な世界を手に入れるために戦うの。その目的を忘れないため、平和になった後のことを考える。それって大事だと思わない？確かにダーカーを倒すために戦ってるって思いがちだけど、言われてみればそうだよな。平和な未来のために戦ってるんだ。だからね、結婚という明るい未来を勝ち取ったエコーさんの新婚生活が聞きたいの。エコーさん頼むよ。俺そういうの全然わからなくて、未来が想像できないから。ふん、わかったわよ。期待に応えられるとは思えないけど。で、何を聞きたいの？俺から質問いいかな。前からすごく気になってたんだけど、好きな相手が自分のことも好きなのってどんな感じなんだ？眩しい。両思いの気持ちってことよね。なんていうか、言葉だと難しいけど、包み込まれるようで安心できるというか、この人は信じられるんだっていうか。結婚するまではね、すごく不安だった。ゼノが本当に帰ってきてくれるのかとか、失踪した時も信じたいけど不安で。でも結婚してからはゼノを信じていいんだって思えて、不安が一気に消えたみたいだった。イオちゃん、よーく聞いておいてね。これがのろけってやつだよ。自分たちが聞いたんでしょうが、ひどくない？最終決戦前にテオの顔でも見に行くか。それじゃ。そうね、私もゼノの声が聞きたいな。じゃあね、二人とも。あのさ、先輩、時間があったらさ、俺と
う少しだけでいいからお茶してくれる？おや、あんたかい。これからヤッコさんのところに乗り込むんだろ。準備は大丈夫かい？俺たちも出撃するからな。これから姉さんも交えて作戦会議だ。お、ひゃーいー。よー、クラリス・クレイス、久しぶりだな。あんたアムドゥスキアでサラと一緒だったはずじゃないか。どうしたんだい？補給とか報告とかは必要だからな。ちょっとだけ戻ってきたんだ。誰だいあんたは？はじめまして。私はファレグ・アイブズと申します。以後お見知りおきを。あんたが例の魔人かい。悪かったね、急に殺気向けちまって。いえいえ、こちらこそ驚かせてしまって申し訳ありません。強い気配が集まっているのを感じてこちらまでやってきましたが、あなた方でしたか。ええ、地球にいた外敵は撤退しました。今はマザークラスタが後片付けをしていますが、もう大丈夫でしょう。それにしても、先ほどのあなたからの殺気、とてもいいのをしておられました。大変素晴らしかったです。そういうあんたも私の殺気に全く動じなかったところを見ると相当できるね。お褒めに預かり光栄です。よろしければこれから一戦いかがですか？差しでの勝負ってところかい？いいね、これからの肩慣らしにはちょうど良さそうだ。お、勝負か？勝負するのか？それなら私も参加するぞ。六芒金庫 VS 魔人、これは盛り上がるぞ。クラリス・クレイス、早速準備だ。うん、分かった。確かに悪いね、あんた。私もお偉いさんに呼ばれてるからね。勝負はまた今度で頼むよ。残念ですが仕方がありませんね。では今度お会いした時にはぜひ。なんだ、やらないのか。今はな。さーて、俺たちも行くぞ。クラリス・クレイス。彼女には彼女の用事があるのさ。準備は整った。これより行うはコトナーとの次の面シバとの最終決戦だ。この状況でやるべきは一つ、マザーシップ中枢に座する次の女神シバを撃つのみ。作戦も単純明快だよ。そのものズバリ一点突破の電撃作戦。というより戦力的に負けている以上、一点突破の電撃作戦しか手はないんだよね。アークスを総動員し
全方位から AIS を用いてマザーシップへと突撃をかける。だけどそれもほとんどが陽動、本命はガーディアン、君たちだ。いかに結界があるとはいえ、芝の力は桁が違う。普通のアークスでは歯が立たない。全軍による陽動突撃および敵の誘引、その間に本命である君とまといをぶつける。だからさ、二人とも中枢へ向かう途中に危機の味方を見つけても助けようとしないでね。はい、僕たちは捨て駒です。絶対にその歩みを止めないでください。捨て駒って、六坊を含め全員が君たちの露払いだ。それもみんな了解している。芝を倒せなければアークスは消える。犠牲に欠かずらってはいられない。分かったね、二人とも。それはそうかもしれないけど、分かっているさ。君たちがそんなのを承諾できないことは。そして君たちはガーディアンだ。君たちに命令を下せる者はいない。それでも忘れないでほしい。ここで負ければ全てが終わってしまう。芝を倒さなければ未来がないんだ。頼んだよガーディアン。マザーシップの中？私たちの知ってるのと全然違う。今内部の状況をスキャンしていますが、かなり構造が変化しているようです。人の住処を許可もなく改造とは、本当に好き勝手してくれるよ。構造にこそ変化はありますが、強大な反応の場所については掴めています。それって中枢部だよね。その通り。悠然と構えて叱るべしと呼んばかり、慌てた様子も動く気配もない。しかし結界界においてなお芝の力は増大傾向にある。何が君たちを迎え撃つために力を貯めているのかもしれない。なるべく急いで中枢へ向かってくれ。ただ道中にはホトラーの手勢が多数配置されているようです。さすがに抜かりないですね。君たちとは別に突入成功したアークスたちも援護に向かっている。露払いは彼らに任せて、君たちは中枢を目指すんだ。二人とも頼んだよ。
completed. ようだな。レギオさん、敵にこちらの所在を知らせてしまうため無用な通信は行わないようにしている。司祭までは分からん。ここで待っていれば他の人々も合流できるのかな。私はたまたま君たちと近い位置に突入できたようだ。故にこうして合流できた。
他の者がどこにいるかはわからん。合流を狙うのなら中枢を目指すべきだ。だが二人とも忘れてはならない。こたびの目的は仲間との合流ではない。芝の撃破だ。他のアークスも六坊ももちろん私も君たちを中枢へとたどり着かせる。そのためだけにこの場に。未来はこの戦いで決まるのだ。どうか目的を見誤ることないよう。だが君が正しいと思うこと、それが今までの未来を切り開いてきた。それもまた事実。時にシャオの演算すらも超えた結果を見つけ出し、多くを救った。だからあえてこう言う。思うがままに動くといい。その判断、その行動を支えるため、私の刃、君たちへと預ける。
ジュース、この構造には覚えがある。おそらくはそうであろう。長っ、敵の増援、あんなに。だがそれはこの先こそが中枢であると示すも道義。君、まとい、君たちはこのまま先へと進め。この場の梅雨払いこそ私の責務だ。無理ではない、なさねばならぬ。それだけよ。この先中枢に座する芝の撃破、それが唯一絶対の目的。そしてそこまで君たちを送り届ける、それがアークスの目的だ。我々が命をとしてなすべき目的だ。故に進め、未来を担うガーディアンよ。この場には古兵が鎖を打つ。レギオスさん、さてフォトナーの生み出した悪意の具現よ。程度の違いはあれど、我らは同じ過去の遺物。未来を歩む者たちの邪魔はさせん。否、遺物ですらないな。貴様たちはただの悪意の塊、世界の遺物よ。故にここで全てを斬滅する。こここそが我らの主地なれば。始めよう、作りよう。ようやくの到着ですか。待ちくたびれましたよ、ガーディアン。私たちをここまで導いてくれたみんなのためにも、あなたを倒す。まったく、せっかくここまで来たのですから、そう死に急ぐ必要もないでしょう。結界が効いてない？ いえ、結界は効いていますよ。私の力も確かに限じられています。ミトラの器具も最も異世界越しの全宇宙結界、なかなかの技術です。これならばジッパ人からげの増強には効果があるでしょうね。
10の力のうち5を封じられたのですから。だがしかし、1000の力のうち5を封じられたとして、どれほどの影響があるとお思いで？それよりも、あなたたちが見捨ててきた皆さんがどのようになっているか興味はありませんか？完全に囲まれた形です。引きつけられてるって考えりゃ悪くないんだろうな。いつぞや思い出します。あの時は皆さんを逃がすために私たちが残ったんでしたね。今はあいつらを邪魔させないために引きつけてるってわけだが、キリがね。悪いな、カスラさんよ。俺と一緒だと毎度毎度こういう貧乏くじ引くみたいだぜ。お気になさらず。ただ、あの時のように自分一人で引き受けようとだけはしないでくださいよ。そんなことがあったら今度こそあなたの奥さんに殺されてしまう。違いない。来るぞ。さんが無理遣いしすぎなんだよ。それにアレさん自身も相当無理してるだろ。そっくりそのまま言葉を返してやるよ。燃えろ。息が上がってるじゃないか。それこそお互い様だぜ、アレさん。だがまだ根を上げるわけにはいかない。ああ、あいつらがまだシバを倒してない。それまで無尽蔵に寄ってくるこいつらを倒し続けるのが私たちの役目さ。たとえ武装が砕けようが、たとえ好みが砕けようが、この先には行かせん。すまないな、作りよ。私が未熟なばかりにお前を扱いきれず、かような状態にしてしまった。だがここまで来たら一蓮托生。お前と同じく我が身が砕けるまでどうか付き合ってほしい。この戦いこそアークスの未来へのしるべとなる。もとより40年前に捨てた命、その礎と散れるのであれば本望。ご覧の
通りですよ。皆さん、あなたたちの勝利を信じて無意味な戦いを続けている。ありもしない勝利を信じてその身を捧げようとしている。本当に滑稽ですね。そしてあなたたちもまた力の差を思い知りながらも勝利を諦めようとしない。ありもしないものを求め続けるその欲望こそが全ての元凶だと今までの歴史で知ったはずというのに。やはり人は愚かしい。では始めましょうか。ミトラやバルナの分まで私があなたたちを蹂躙して差し上げます。絶望に身をよじり、エンサの声を上げながら暗い闇に沈み込むように。死んでいってくださいね。しぶといですね。その使命感、賞賛に値しますよ。思えばあなたたちは最初からそうでした。常に私の予想を上回り、しぶとく諦めずに立ち向かってくる。あなたという世界の器、このまま壊して終わるのももったいないと思えてきました。お二人とも、アークスとたもとを分かち、私と共に歩みませんか？これまでの狼藉も許しましょう。これよりの命も保証いたします。ミトラとバルナを失い、手に困っていたところなのです。悪い話ではないと思いますが。ふざけないで！ふざけてなどいませんよ。妥当なタイミングでの提案です。あなたたちを仲間にすれば便利と考え、力の差を示した後に交渉。段取りとして間違っていません。問いましょう。アークスは守るべきものなのですか？オラクルは守るべきものですか？かつてあなたたちが闇へ転じようとした時、そちらの管理者はあなたたちを切り捨てようと演算したはずです。結果としてはあなたたちご自身の奮闘により事なきを得た。それはあなたたちの功績。アークスは何もしていません。あなたたちを見守るだけ、見捨てるだけ。そしていずれ彼らはあなたたちを排斥するようになるでしょう。そのあまりの力を恐れるあまり。そんなことないとおっしゃるのでしょう。それも分かっています。しかし
歴史が証明しているのです。その生き証人がここにいるのですから。人はただただ醜い、それが答えですよ。人を超えた力を持つ私たちが人の断りに縛られ生きる必要はない、そうは思いませんか、ガーディアン。あなたたちが守護するべきは世界であってアークスではないのでは。あなたたちはお互いを守りたいだけなのではありませんか。違うとは何が。アークスがいたから今がある。皆がいたから未来がある。その遥かな未来において己が排斥されるのだとしても、それが未来を砕く理由になり得る。私の失敗からそのように設計されたのでしょうか。アークスは幸せ者ですね、本当に。私は次の女神シヴァ、深淵なる闇と共にありし者、ここで歴史を終焉させる者。世界は滅ばねばならない、フォトンは消えねばならない。世界の器、アークスもあなたも今この時がついえる時なのです。ここまでか。だが十分に時間は稼げたはずだ。私の戦いは無駄ではない。未来への礎となるのであれば何も恐れることはない。だがアルマよ、叶うならばお前の姿を今一度見ておきたかったと心より思う。はあ、ひどいな、ギー君。私のことわからないのかな。そんなわけないだろう、アルマよ。遅くなっちゃってごめんね、レギアス君。でももうあなたを一人にはさせない。私も一緒にいるから。一人だと重すぎた約束も二人ならきっと叶えられる。一緒に歩んでいこう。そうだな、共
クスを守ろう。ついえよ、アルマ。ここに私たちが断りをつく。ってやがるやれやれ、助けに来るのならばもう少し早く来てほしいものですね、フーナさん。別にあなたを助けたわけではありません。これは作戦行動の一環です。まったく人使いが荒いわよね。まったまた隠し玉とか言われてまずらでもなかったくせに。うるさい。二人ともこんなところに来てまで喧嘩しないでくれよ。ゼナ、今治療するからね。だったんじゃないのか。なるほど、敵に読まれないための作戦、そういうことなんですね、シャオ。ったく、あの悪ガキが。こうなっちまったらいいとこ見せたくなっちまうだろうが。柄ではありませんが同意ですね。六坊の力ここに見せつけましょう。クーナさん、いけますね。侮らないでください。私も六坊の一人です。示せ、刀陣舞。響け会見ならき。歌えり、フローレンベルク。それでこれからどうするの？私たちも奥に攻め入る。
いや、ここで信じて戦い続ける。そうすれば向こうも楽になるだろうし、絶対に何とかしてくれるはずだ。大した信頼ね。そりゃな、なんてったって俺の自慢の相棒だからな。ここは俺たちに任せて、頑張れよ相棒。龍将および灰の粒子による演算包囲完了しました。よし、お膳立てはこれで終わり。あとは頼むよ、スクラ姫。任せるのじゃ。今のは灰のかか、ようやく表情を変えたな、水の女神とやら。スクナ姫、あなたはハルコタンの巫女、星に縛られた存在がどうしてここに。全くもってズルが得意と紹介はされたが、よもやわらわの灰を真似るとは思わなんだ。アルマが生み出し、シャオが複製した灰の円環がこの宙域を包み込んでおる。しからば変異も容易よ。そなたはアークスの総攻撃に意識が向き、気づいていなかったようだの。どこまでも楽しませてくれますね。だがいかなる関係を巡らそうとも、絶大なる力の差は埋められない。手間が増えるだけの話ですよ。あなた程度の力では我が力封じるにあたわず。それも承知しておる。その上で何故わらわがここへやってきたと思うておる。これは灰の風に龍章。二人とも、これが僕が見出した最後の作戦だ。アークスの全ての力を今こそ君たちに託す。これは、この力は、なんと忌まわしき光景か。それこそ、フォトナーの犯した過ちと同じであることになぜ気づかないのです。過ちではない。これは止めるための力だ。ならば止めてみせるといい。その誤った力の結末を知るといい。私が歴史を正す。本当に勝てると思っているのですか。
程度です。無駄です。受けなさい。是非もありません。本当に勝てると思っているんです。受けなさい。無駄です。世界を滅ぼし、フォトンを消す。無駄なあがきる。私が歴史を正す。なぜ人は同じ過ちを犯すのです。誤ったその力、私が終わらせて差し上げる。ついえなさい、その忌まわしい力とともに。本当に勝てると思っているのですか。受けなさい。その程度ですか。無駄なあがきを。是非もありません。なぜ人は同じ過ちを犯すのですか。受けなさい。本当に勝てると思っているのですか。やはりこうなってしまうのですね。